皆さんこんにちは、野球YouTuberの向こうです。はい、どうも、ナチョスの西村です。ナチョス杉浦です。どうも、向こうズのスポーツマンです。よろしくお願いします。いやー、西村くん、はい、前回ね、向こうズに入団してもらいましたけども、はい、ありがとうございます。今ね、向こうズもう部員300人ぐらいいるんですけど、300、はい、300、そろそろね、もうちょっとメンバー増やそうかなともうちょっと、そう、もうちょっとね、さらにいく、何が足りないかって考えた時に、はい、マネージャーが足りないってなったんですよ。あ、それは確かに声援とかね、そういうことです、そういうことです。モチベーションになりますから。で、今回はね、マネージャー候補というか、もうマネージャーとして入団してもらおうかと思っている2人をお呼びしました。おお、それではカモンヌ、カモンヌ、カモンヌ、じゃあ、お名前。どうも、イージーパイのケンちゃんです。サリンです。よろしくお願いします。イージーパイというね、あの YouTube チャンネルがありまして、今回ね、マネージャー志望ということで、今後ちょっと向こうズに貢献していただこうかなと思ってるんですけど、はい、今日ね、ちょっとどうしても野球検証企画やりたくて。いいじゃないですか。黄色い声援と、おー、あと男子のこの図太い声の声援、はいはいはい、お、それで打球の飛距離は変わるのかというのを検証していきたいと思います。変わっていいんですかね。カリンちゃんの声がの時にめっちゃ飛ばして、ケンちゃんの時にちょっと10メートル短くするとか、それなしよ。なしで、はい、今回はそう、やらせなしで、あの、本当にしっかりとした検証企画やっていきたいと思います。どっちも思いっきり、そういうことです。打てばいい、もう柵越えしちゃっていいんだ。かしこまりました。どっちも超えてもいいんですよね。どっちも超えてもいい、はい、ましょう。それでは動画をご覧ください。よろしく。じゃあ先頭バッター、向こうズ新入団、杉浦が行きます。あー、行くぞー。じゃあ、ケンちゃん、ケンちゃん、思いの丈を伝えてください。頑張れ、本当に。これでいきます。いいな。1、2、5。おお、すごい。はい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 、もっとちょうだい。おっと、生きると柵越え、柵越え。弱いな。大丈夫かな。1、2。おお、うわー、もっちゃい。ケンちゃんの応援足りないんじゃない。心に響くの欲しいですね。よし、じゃあケンちゃんラストいきます。いけ。わー、いい、嘘、いい、え、うわー、ワンチョクワンチョクか。ケンちゃん、足りないよ。頑張れ、頑張れじゃダメなの。頑張れない、それじゃ。ケンちゃん、変われ、変われ、ケンちゃん。ごめん、ケンちゃん。カリンちゃん、声張り気味でお願いします。はい、いけー。カリンちゃん、行きます。頑張れ。かわいい。かわいい。1、2。おお、あ、ダメだ、これダメですね。あれ、伸びてね。伸びてますね。ちょっと分かりやすいな。おい、頑張ってください。はい、じゃあ行こう。1、2。あー、惜しい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 ぞ。ちょっと力んでるね。もうちょっと、あの、冷静に行こう。頑張れ。はい、1、2。おお、え、マジ。わあ、カリンちゃん、ありがとう。変わりますね。やば、これもう立証してますね。え、あんなに変わる。すごいパワーが出ます。やばいな。まだね、一人じゃ分からないんで、これはもうケンちゃんに失礼ですからね。これはごめん、ケンちゃん、ね、次の資格呼んでますんで、はい、じゃあ交代していきましょうか、はい、お願いします。ナチョス西村、いきます。頑張れ、いけるよ。ありがとう。1、2。おお、いい、いい、でも触れてた。おお、もっと欲しいんじゃない。ちょっと足りないかもしれない。さっきと同じこと言われた。これ打ったらモノマネがもっと上手になります、ね、本当ですか。本当ですよ。これは超えるしかない。はい、行くぞ。1、2。わあ、おおおお、さっきより。これ行くんじゃない。これ柵越えたらメジャーリーグ行きます。本当ですか。ガチです。待ってろ、ナショナルズ。行くぞ。ちょっとメジャーは荷が重いな。メジャーは荷が重い。スケールがでかすぎたか。でかすぎたな。はい、来たぞ、ジョマネが。いや、気にしてる。頑張れ。あ、本当ですか。ちょっと、おい、おい、集中しろ、集中しろ。すいません、オッケーオッケー。頑張ってください。1、2。あー、こすっちゃうんだよな。おいおいおい、なんか乱されてねえか、心。じゃあ、次が統一します。オッケー、統一します。これは野球を感じやってる。あ、集中入りました。頑張れ。集中、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 よし、行こう。1、
ち。おい。なんだ。風めちゃぶってる。どうしたおい。ホームラン頑張って。よっしゃー。耐えた。オッケー。物まね入ってる。野球の神前降りてますよこれ完全にだって最後の球2人とも超えてますからもう立証しちゃってますね完全にスポーツマン打たせずにやめとくか来てるこれでもう彼が打ったらもう完璧な勝利ですねそういうことですよスポーツマン行きまーすじゃあケンちゃん行きましょうか頑張ってそんな声だって何かを変えてきた1 2ちょっとねちょっと待って力入りまくってる。あれ。かかれ。よし。さあ。一、二。わあ。あ、ライナー。ちょっと足りないんじゃない？そうですね。ケンちゃんと聞こえてえな。なんでなん？ケンちゃんと聞こえてえ。これやばいやろ。ストレッチマンに勝っちゃえ。おわ。ストレッチマン。さあ、行くぞ。一、二。来い。おい。ケンちゃん変われ変わりますかフラグ出てるフラグ出てるよよし表情崩すんじゃねえぞオーケーポーカーフェイス頑張ってくださいはいリラックスきた1,2 終わった終わったこれは力入っちゃってな平常心平常心オーケー頑張れはい行きますおお、でもなんか打球鋭くなったね。ちょっとこれ。気持ちが乗ってます。行きますよ。カレンちゃん、なんかさっき2本出ちゃってるからちょっと足りなくなってるかもしれない。ぶつけちゃってぶつけちゃった。思いの丈を。タケ君頑張っ。あれ、俺の名前知ってたんですか。1、2。1、2。ちょっと。1、2。やばやべえやべえ今のうっそやべえ今のタケ君ガンバであそこまで行くいやあれはね名前呼ばれたからはいというわけでちょっと検証しましたけども、はい、驚きすぎて言葉がねケンちゃんに失礼っていう思いとそう先だカレンちゃんのパワーすごいなっていうそうですねどうだった見てみますなんか、うん、自分の以上の力が出たというかやっぱりまあそうですね全員最後の球でいきましたそうですね確かにこれ多分皆さん承認なんでこれ本当に嘘偽りない結果が出たんで、ね、高校野球とか中学野球マネージャー10人ぐらいした方がいいと思いますこれ部員じゃなくもうマネージャーからまずは集めすぎや逃げ出してでも集めそろそろ野球部の弱小校も強豪校になるんじゃないかな、はい、高校野球の指導者さんこれアドバイス与えますどうだった応援してみて応援してみて僕はすごく悲しかったごめんよケンちゃん、 ケンちゃんそう力になれなくてごめんどうだったケンちゃん楽しかったねそう楽しいわなあんだけ撮るわ、うん、もう正式にこの2人にはもう向こうのマネージャーとして迎え入れることになりましたEGパイのこの2人のチャンネルとそしてナチョスの Twitter、インスタ、TikTok、はい、そしてスポーツマンの、チャンネル概要欄に貼っておきます、はい、ぜひチェックのほどよろしくお願いします、 お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょうありがとうございましたありがとうございました。久しぶりのプレゼント企画パオ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 今回の11月のプレゼントはこちらです。僕の長年愛用したこのローリングスのキャッチャーミット、そしてもう一つはこちらのニューバランスのこれはサイズは26センチ、この26センチのねこのスパイク金具のスパイク、こちらの2点を11月のプレゼントにしたいと思います。応募方法はいつも通り、野球 YouTuber 向こうのチャンネル登録、そして熱い熱いコメント、公平なジャッジでね決めたいと思いますんで、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。